どうも赤星赤星せよ赤星マシマシ TP はいバッキーということで、うん、来ました、うん、栃木県宇都宮市ということで久々遠征ですねえ来ましたね。なぜ遠征ができたかというのはちょっと後ほど見ていきましょう、はい、ね、宇都宮駅から車で12分徒歩1時間ということで廃工場みたいなですね。かっけえ。そうなんですよ。ね、かっこいいんですけど、さらに全席個室です。あ、とてつもない条件が揃っているお店なんですね。なるほど。はい。かっけえ。そうなんです。入り口がまるでビッグサンダーマウンテン。レールみたいになってるね。そう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 、トロッコがね。おい。ね、いやマジかよ。ワクワクすんなこれは。インディ上手ですね。俺を置いてみんなで行ったラーメン屋か。あ、はい。置いてはちょっと置いてっていうかね。スケジュールが合わなかったまあまあそうだね。いやでもね、行って欲しかったぐらいの感じだよね。そう。やっぱね。先頭で待ってたんですけども、それも楽しいよね。こうやってずっと面白いものが見れるということで。で、団体の行列なんかも後ろにできて人気店だっていうのが分かりました。はい。というわけで食券見ていきますね。こちらですね、一番上で結構辛いのを押してるんですけども、うん、まあその他混ぜそばつけ麺ラーメン、などもございますね、うん、あとトッピングがものすごい豊富だね、うん、すごい写真付きで親切親切です ね、で今回私は一番シンプルな、まあ、ラーメンを選択してですね、うん、投稿した人がいっぱい、あ、いっぱいというか3人、全部で3人いるんですけども、うん、別のものを頼んでますね。このような形ですね。全部マシマシ、うずらととろろをトッピングしまして、後ろにちょっと見えてますね。いや、ちょっと待って、ね、森がダントツすぎるんだけど。左が赤崎さん、そして右側がですね、今回コラボしましたクローバーチャンネル、鉄丸氏のコラボという名の同席ですね。まあね、一緒に飯を食っ食ってますけども、トロロは別皿で来ますね、うん、それからですね、コールがね、個室なんで先に提出するときに言うことになりますね、うん、はい、ということでいただきます、はい、さあ、豚から食べていきましょうね。こちら結構ね、弾力のあるバインバイン豚ということで、バイン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 、いや、アメトークでね、よく聞きますけどね、そして油野菜です、うん、ね、油はまず味付けじゃございませんので、うん、まあ素材がね、よく生きた甘みが感じまくりということでね、うん、油の旨みが感じられます。そして野菜はややしゃきタイプで、これ辛めコールないんでね、うん、手元で、卓上返しあるんで、それをすぐ、ありますね、そう、早速使います早速使いますね。なんか醤油取ってじゃないんで僕が渡しました、突破レベルは4ですね。旨味ありつつも、俺がね、俺がこの汁変えてやるというね、もう主張がもう感じられたよ、もう返しから新進気鋭のもう返し、もうね、そうなんですよ、いい濃さでした。はい、あれなんかあんま具体的なことは伝ってこなかった。あ、そうですか。わからん。なんかもうだから。濃いってことです。そうです。とんがり濃いし、とんがり返しです。とんがりポンって一回。とんがりポンちゃちゃ。尖ってる返しですね、まあ、ということです。いい味付けになるというか。そうなんですよ。はい。あ、で麺はね、生姜200、デフォルト300、うん、大盛りは 100g ずつ100円で増していけるということで。はいはいはい。ございます。適度に縮れてましたね。うん、わしわし度も高い。まあ満足麺じゃないでしょうかということですね。はい。赤崎さんも食べてますね、もちろん。はい、もちろんね。で平打ち気味でちょっと結構硬いんでね、うんうん、満腹中枢を結構刺激してきますよ、うんうん、この人はこの人はこの麺は、はい、したらまあ個室ということもあってね、じっくり味わえるのもいいですね。あ、まあそうだね、やっぱゆったり味わえるとかやっぱいいね。そうなんですよね。え、そしてスープ、あー、もう非乳化だね、非常にすっきりして飲みやすい。これメリットあるんです、はい、ね、家族連れとか来ますよね、うん、そしたらおじいちゃんおばあちゃんお子様みんなこのすっきりスープなら飲みやすいよということなのよ。あ、はいはいはい、まあ、あまりに濃いと ね、確かにこんだけエンタメ空間なんですね。そう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 、家族連れも確かに、まあ、ハッピーみんなハッピーってちょっと怖いな、あ、ちなみに奥の鉄丸くんは1ヶ月キュウリだけで生活してたんで、この前じゃあ1ヶ月ニンニクで生活しましょうよ一番第2章開始で、メインの食材じゃないからね、ニンニクね、キュウリもだろ、キュウリもだろ、キュウリもか、そうだよね、まあニンニクはね、うまかったもんね、でニンニクパワーというよりはね、これ個室にどんどんこもっていくんですね、ニンニクが。匂いの話、匂いがすごいのよ。で香りでね、ちょっと一撃食らうような、うん、ニンニクでございましてね。だからまあむわっと漂うことで、うん、まあ私たちこれ一組目だったんで、うん、後から入ってくる人、おお、いい香りだって入るから、ね。ああ、もう部屋に入っちゃってるから。そうか、そうか。そうなんです。森ががあると、ね、そうなんですよ。そしてうずらね。
あのスペースの関係で漢字にしておりますね。ヒニューカスープね、にじんでうずらが破壊力いいですね。あ、そして基本ね、僕が渡りたい。まずザキさんからね。そうですね。バン、あ、どうした、ちょっとね、興奮しちゃって黒コショウ。二人ともどうしたか。食え食え食った個室多いことですね。いろんなことできちゃう、ちょっとね。あ、そして、ニンニクチップも取ってくれましたね。これ全席にありますんで ね、全部合わせたら凄まじい量のニンニクチップですね。いや、合わせなくていいんだよ、これ、もうかけた、あ、各席にあるんで、この香りもいいし、あのパリパリ感、すごくいいですね、ニンニクチップね。あのデフォニンニクとはまた別の美味しさがあります。そしてね、この黒胡椒のパンチも入るんで、魔法のようなうまさですね。何魔法ですか。え、何魔法、こちらです。え、あるんですか。あ、用意してた。出た。藤井明です。マジックですね。魔法ではなかったね。それマジックだ。あ、ここで。ん、なんだ。何やってんのよ。ね、この店ならではの何やってんの、トッピングだったんだけどね。はしゃいでるからじゃん。すいません、ちょっとふざけすぎてですね。最後にちょっとうつらととろろしか残ってなかった。おい、麺、麺と絡めてさ。 なので、ね、デザート感覚で食べるというね。いや、ポジティブだな。新しい食べ方を提案したいね。結果のとろろがまず新しいんだから。そう、まあ確かにね、トラジロー以来ですね。あー、トラジローさん以来、ね、して一緒にごちそうさまでした、ということで。さあ、ステータスですけども結構平均的に高い 89.08。 は、やっ、いや、大丈夫です。ちょっと難しかったですね、はい。ということで、ジャンクスさんいっちゃいましたね、これね、はい。いやー、個室がまさかあるとはね、こんなにいっぱい。そうだね、すごいね。まあ、あのさっきちょっとなんかニンニクの匂いが密閉するみたいに言ったけど、うん、まあ、通気性も結構あるところなんでね。実際はね、実際はね、大丈夫だとは感じはある、思いますけど、帰りの車内はやばそうですね。そうだね、確かにそこで初めて知るみたいな、ね。あ、個室から個室へ。今回行って、赤崎さんの分も撮影して、はい、さらにクローバーチャンネルで別の混ぜそばも食べれるという、はい、一応3本セットになってますので、はい、ただ、まあ、このようにまた遠征をしにね、北上するかもしれないんで、ちょっと楽しみに。あ、来ただけなんですね。あ、いや、何かもします、すいません。まあ、とりあえず個室情報があったからね。構成も、生成もしますよ。生成っていうのが、西はなんていうのかな、フロンティアスピリット、はい、気にする。アメリカアメリカのフクトのごっちゃん。Thank you.